お疲れ様です。今日はですね、こちら守ってロケで削るニートデッキやっていきますというわけで、まあ、久々のね、まあ、ロケマンですね。はい、ロケというわけで、まあ、守って、もうほんと守るだけですね。守って余裕があればディガーとかするロケで削るよと言ったね、はい、シンプルデッキを、まあ、やっていくんですけども、今日はアイビズトルネ型ですね。なんかちょっと前とかのロケ削りだと、なんかテスラとか、まあ、インフェ入れて、まあ、デリバリーですね。トルネではなくて、まあ、デリバリーウッドの防衛固めだったんですけど、今日はちょっとアイウィズ型がね、はい、いたのでやってみます。さあ、ミラクルボーイさんよろしく。で、まあ、守るデッキなんで、1-0 プランっすね。もうタワーがおられたら負け格ぐらいで思っといた方がいいかもですが、さあ、しかもジェンコだ。懐かしい。古参クランですね。僕も、一時期お世話になりましたけど、ジェンコ懐かしいね。ライブリーとかね、セリカスクエアとかご存知の方は少ないかもしれないんですけどね。よいしょ。さあの相手のデッキはね、わかんないっす。はい、鳥、あーエレジー、え、もしかして、もしかするくない、これ。昨日なんか変なデッキを動画出したんですよ。エレジャイバルーン、はい、まあ、変なデッキじゃないですか。動画に出して、おお、マジでそれかもしんない。そしたら、お前がこのデッキを紹介したんかって、初手芸でエレジャイバルーンこのゴミデッキに負けたわっつってクレームが入ったんですけど、知るかと思いながら、ほんで、負けたのは君だよねと思いながら、それは紹介した俺が悪いのか、負けた君が悪いのかっていう、ちょっと考えていただきたいんですけども、本当に気持ち悪いデッキをね、紹介してごめんなさい。というわけで、トルネファイボのエレジャイバルーンっぽいですね、これは、さすがに。となると、あのデッキは施設トルネ系ね。あー、いいファイボすぎる。突破できないんですよ。俺が紹介したデッキなんだから、俺は弱点ぐらい知ってんだよっていう話で。さすがにね、これマイティーをね、逃げないでほしいな。反射、うっ、にゅっ、あー、いい子。いい子です。まあ、ロケ打つぐらいの余裕ありますね。相手も、まあ、トルネファイボなんで、初戦。ボムタワーの突破方法をね、多分習ってないと思うんですよ、まだ。攻める余裕まである。うん、さあボムが残ってるので、相手もねエレジャイを出しにくいよねの、まあ、負け筋このマイティグレーか。あれ、アドがやばい。ロケット打ちたいマジでロッキー打ちたいけど、まあ、エレジャイしっかりバルキリー合わせて。まあ、じゃあロッキー打ちたいね。打ってもいいか。まあ、さすがにね。よし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 。しかも、ボムの爆破をね。いや、一生エレジャイ来るんだけど、ちょっと待てよ。一生あれ来るんだけど、まあでもずっとこれやっとけば守れると思うんですよ多分。いや、フェニックスすごい安っすねこれ。いや、でもちょっと痛い。え、ボンコ？お前やりすぎだろ、どう考えても。さあ、これは焦っていきます、私。
でも、いやーロケが強すぎてさすがに逃げ切れますね。あぶねーなんかこれやばいね、使われるとこう圧がやばいね。なんかエレジャーイフェニックスからの逆サイマイティもいてバルーンもいてみたいな、なんかすごい事故りそうだったもんね。危ないねこのデッキマジ危険です。はい、冷静にというかこのデッキじゃなかったら守れてなかったんじゃないかなっていう。さあ怖かったですけども、勝ちです。さあピエロちゃん、可愛らしい名前は叩きのめします。よいよ、にゃー、キング起動マジででかいです。さあコカッちゃんっすね、コカッちゃん。まあウッドもあるしトルネもあるしみたいな、ちょっとお、なんか思ってんと違うのが来た。あー、陸の復活っすね。わ、すごい。でもこれ何でもある。よし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 、いやこれ陸めっちゃ強いぞ俺。バルキリースケアイスイズがいいっすね。あー、君だけは話が変わる。あちゃくい、何これ、枯渇か、枯渇だったね、枯渇だったんだけど何これ。一旦下げて、うん、怖い怖い怖い。圧着いいだけね、やっぱチャンピオンサイクルですごいことになるから削っていく。うん、ちょっとデッキが読めないっすね。おお、デッキが読めないっすね。いや、ウッド使いたくないですね、マジで。でも相手はここにウッドを使わしたいって感じですね。さあ、ボムを延命することで耐えれるよと。端前、アチャクイ、マジやめてほしいな。防衛こんなに硬くて、ギリギリなんとかなってるぐらいだからな。いや、マジやばいね。フェニックスアチャクイ。変なデッキ来た。いや、マジロケ打っていこうかな。アウプリロケ、アウプリフェニックスみたいな、なんかごっちゃごちゃになってるっすね相手のデッキ。えぐ、シンプルやないか。ウッド打っちゃいます、めんどくさいんで。はい、トレネもあるんでね、ガン打っちゃっていい。どれぐらいになるとマジドヤン、うっ、にょっ、いやー、ダックプリまで巻き込みたかったが、これやばいっすね、コスト使いすぎたんで。ユーダの突進がうまい。でもやばい、それはこれがトルネで対応するのも分かっての、うっ、にゃー、でかっ耐えれるんかいっていう。さあ、こんだけヤンキーしても耐えれるならもう負けないっすね。で、ボム置いときゃいいんだと。はい、で相手気づきました、呪文ないっす。おめでとうございます。あと、もしかして呪文ない、お、やばいやばい、マジで知ってること、え、マジで、お、ムート、お、そういう作戦知ってること、ドヤンマジでドヤンなんだけど。いやー、ロケ打っちゃう、打っちゃう。じゃ、一旦ボム置いてから。圧着いいわね、マジ事故るんで打っといた方がいい気がするんですけど、こっちサイド興味ないんですけど。よし、これ絶対端前ムートだから、はい、ですよね。でもアイウィズの範囲で、おや、なんか怪しい顔してる。まあまあ、守るだけなんだよマジあれ、ゴブリンバレルってさ、なかったっけ。
あったやろマジでやばいって一生来るやんこれ。いらんか。左だけっすね。あとやべ、ね、はいなんかいかっちいな。もうなんか全て詰め込んでる。やばくない？フェニックス入れてアチャク入れて小が使いっていうね。まあ入れたかったんでしょうね、強いから。マジなんかイカチーノ引いてるっすね。スティーブン、まあ、削って削って守りだけはマジで強いんでね、本気で守ってください。本気で、まあ、マジで一発俺のスキンの位置が悪いからって危ない。ユーノ、おー、オールブレイカーザップ。メガナイトオールブレイカーっすね。グッドゲーム、早くね。何が分かんない、今まで。グッドゲームらしいので、俺もグッドゲームグッドこう。やべえ、これ。え、マジでやばい。ここら辺、当たるよね。あー、グッドゲーム。ワンチャン、マジアチャウォールブレイカー、あ、でもアイミズ出てたよ。マジアチャウォールブレイカーに見えて、あ、マジアチャウォールブレイカー餌やんつって、グッドゲーム押したけど、あ、アイスイズ出てきて形違うのグッドゲーム。強くね、範囲。うん。おや？痛い、止まないでほしいな今の。ユーのコウモリね、キンキしたいっすね。このユーのめちゃんこ、そうしてくれるんや、熱い。おい、さあキンキ度できればあとはもうなんとかなるっしょ。あちゃくい、なんか対象悩むな。もうバルキリー咲いたので、さあ追加をしてくる。待って、やばい、あ、マジやばい、変なユニット配置したな今。これでも事故ってこれなんで、はい、インカやの、インキャ、ネットフリーの民、変なことしなければいい、まず一生守ればいい、簡単なんです。一生守って最後にロケットっても勝ちなんですよ。余計なことしなければ、なんか今回ないと、待って、プリンセスのコウモリザップ、矢の飴があるのかな、矢の飴があるか、なんかおかしいっすよね、カードの枚数というか。オールん？リガーがねえのか、なんか変っすよね。いやーもう生まれの疲れたな。さあ、まあこれはもうきついよのグッドゲームだと思うんですね。スケ読みマジで手堅いっすから俺こんなんロケじゃなくてもいいけど本気で勝とうとしてるから。いや、バルキリーだったなこれ間違いなく。あっちゃくのサイクルでなんか
やられそう、マジ。え、うまっ。え、待って待って待って、怖い、ザップがマジで、もう一回つけんなこれ。あ、やべえ、待って、マジ、おらへん。え、ああ、666だからか、そういうことね。よし、グッドゲーム。あぶねえ守るだけっつってね、守るだけも大変なんですよね。さあ、守れば勝てます。守ればよろしく。お、枯渇だ。あー、ミシュー行ってー。枯渇か、枯渇なんか多いっすね。さっきなんか変な枯渇でしたもんね。なんかダクプリ、フェニックス、見たことない枯渇だったんですけど、今回は普通かな。ゴブリンアイスピなのでよかったけど、さっきがマジで変なんだったから、また変なん来たらどうしようと思っちゃったっす。お、削ってこう。おー、ボムだお前、天才か。まあこれには大砲かな。吹き矢だったらトルネで。タワーダメージも稼げるんでね、トルネ。おしゃうって、お潜ったのに、こんにちは、イスイスで。まあ次はゴブリンで、ゴブリンいるんでロケ、でもロケ相手もロケあるもんな。おー、これちょっと、まあ、ディガー刺さなきゃ勝てないっすね。あとキング起動もしなきゃっすね。よし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 、そこのディガーカツカツで。プリンセスだったらハシマイプリン警戒しなきゃいけないんですけど、プリンじゃないんで。やべ、いらんことした。つけてよかったな、なんかつかみミス。うまいぞこれ、まあ、負け筋はロケ削りです。いや、ロケのダメージの何周とかわかんねえ。あぶねえ。さあ勝っていく。ロケ相手も持ってて高回転だとちょっと怖いっすね。
さを削っていきます。あー、迫撃とかの受けはボムで受けたいけどない。クロスだったらね、まあそれこそ防衛ロケ打ってとかになるけど、迫撃の受けはちょっと何で受けようってなるんですか。まあ、ボムで受けるのが正解か。さあ小物迫撃なので攻め取るね、攻め打ったはガンガン使っていきたいね。おお、ガホムーレ。いやー、いた、ガゴムレ。でもガゴムレマッキーやもね、ウッドで剥げるんで。ウッドトリネか、ウッドトリネアビス。いや結構悪くはないですね。まあ相手のディガーをいかに拾えるか、早めにキング起動できるか、迫撃を毎回綺麗に受けれるかって感じかな。これディガー行ったも結局スケブとかで攻め取りに打たなきゃいけないんで、バル姉さんからこれ行きたいな。いやー、ギャングで来るか。打って良さそう。削んなきゃ勝てません。いや間に合ってねえかも。これやっち。ちょっと痛い、もったいないですね今迫撃。さあこれバルキリーが竹取ってんで結構入る。しかも戻るんでロッキー当てちゃう。いやーガゴムネこらえたら。やばい、なんで竹取れてない。そんなんばっかさっきから。もったいない、もったいないが。うっ、ガゴやばい、マジやばい。攻めのことばっか考えてる。終わったなこれ。ロケ2周。おお、勝っちった。いやー相性でも良さそうでしたね。危ね。さあよろしく。一昔前にそういえばね、なんかスケじゃなくてゴブリン型のこんなのもありましたね。それが帰ってきたって感じかな。なんかゴブリンだった気がしますね前は。で今の環境もゴブリン強いんで、まあ、スケじゃなくてゴブリンでも良さそうだけど、まあ、やっぱ高回転大事よねの、スケなのかな。さあ、墓石ザッピーだと、まあ、トルネがないスケラとかかな。まあ、一旦、ゴブリンじゃねえのでちょっとだけ守りにくいね。
トルネないっしょ。あったらどんまい。トルネ駅は知らない。これ当たんないかもしれない。この後スケラ来たらやばい。めちゃくちゃいい雪、やばい、良すぎる雪玉来た。まあさすがにロケ打ったからね、仕方ない。まあでもそのダメージこんだけに抑えれたのはでかいっすね。またバルキリーウッドでも守れるし、遅めのアイスイーズでも守れる。相手のもう一枚のスプレが矢なのかポイなのか何なのかみたいな。あ、鳥マジつけるだけ厄介ですね。これ売っているかな。いります。トルネまで絶対いらない。あー、もう守るだけデッキなんでしっかり守っていきます。で、矢雪っぽいんで低めアイスイズ無双です。あとボムタワーも無双です。低めに、あー、しっかりしてんな。それロケ打っちゃおう。もうさ、いらなそうなリーガーまで添えて、マジ矢雪なんで多分守ってしまえばもうロケ削りで、えっ、ー、アイビス飛んでる、絶対勝てるんですよ。うわー、サイド変えてくんのえぐいけど、俺からしたら意外とそんなに痛くない。うん、完全ブラフというか相手は右サイっすね。もう左は結構ブラフの匂いがする。今日もこれも美味しい。よし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 、卵が好きでね、パッカンよ。完全右サイドっすね相手。このタイミングで攻めちゃう。それだけは負け筋。うん、勝ってそう。手前にさっきからザップ来てるっすよ。あー、俺の層全然当たらん。やばいやばいよ。まあ、こっちに引っこ抜いてしまえばみたいなのがあるよ。いやー、アイズバルキリーめっちゃ強い。マジそれだけやべ、ほんとに鳥負け筋、鳥だけ。ロケ打って負け筋取りだけ。次のロケです、ね、よしよし、さ、負け筋取りだけ。いやー、美しいウッドが気持ちいい。さあ、鉄壁です。まあ、相手が今回ポイズンとかなかったのもね、でかかったっすね。嫌だったんで、矢が腐ってましたね、その椅子。というわけで、こちらのね、引きこもりニートデッキ、皆さんも、はい、強いんで、やってみてください。では、大塚ちゃんです。またね。